こんにちは、東北キリタンと申します。お盆、暇すぎて温泉街に来ていました。土湯温泉という福島のこけしが有名な温泉です。福島駅からのアクセスも良くて静かで、とても良い場所でした。温泉街の外れをお散歩。お、これはまさか、このギザギザはあやつだな。とりあえず調べてみましょう。ポチポチ、ふむふむ、なるほど、やった、これはやはりシソさんです。シソはシソ科シソ属。シソにはいろんな種類がいて、これは青ジソや大葉と呼ばれる、みんな大好きなやつですね。原種は赤シソの方らしいです。栽培はかなりしやすいですが、蛾の幼虫やバッタは葉を食べるので注意らしいです。とか言ってたら、お食事中のやつがいました。すまん、これから私が食う。立ち去れ。おまけ、赤ジソも見つけました。さらにあったね。というわけで、今回も少しばかり積んできちゃいました。でへへへ、クソ暑いので、さっぱりとしたものでも作ろうと思います。材料はこれ。なんだかわかるかな。はい、冷汁。正解。作ります。まず、適当に植物を刻みます。あとは、ごま、味噌、だしを入れて。すり鉢は家になかったけど、ごまを潰してみる。無理。ま、ええか。あとは、サバ缶ぶっこんで。水。お豆腐。飯にぶっかける。仕上げ。そい。そいそい。そいそいそい。これで終わりです。いかん、クソうまそう。分量はこんな感じでした。では早速いただきます。うますぎる。サバ缶と出汁、それとごま味噌の風味が合わさって素晴らしい。シソは当たり前のようにさっぱりとうまいです。これなら夏でも無限に食えますね。赤シソも生でも割といけました。シソのある世界に生まれてよかった。ではごちそうさまでした。終わりに野草ブログの宣伝です。動画では伝えきれなかった私の野草への好奇心を発散する場です。具体的には採取ポイント、栄養素、他のおすすめレシピ、文化との関わりなど。今週の野草さんの内容も更新しているので、興味のある方は少しだけでも見てくれると嬉しいです。ほんとめちゃめちゃ嬉しいです。 URL は説明欄に載せておきますね。以上、宣伝タイムでした。それと今回の野草さんで面白いと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。ではまたどこかで